酒蔵法律酒造株式会社は、岡山県高橋新館町遊館に本社を置く酒造メーカー。創業は1918年、代表銘柄の桜法律は、岡山藩三代藩主池田光政公が成居した時のお送りな法律公に縁起物の桜を冠して命名した。 高橋川の支流、宇刊川の上流に位置し、ミネラルを豊富に含んだ宇刊川の伏流水を仕込み水に用いている。仕込みを終えた4月下旬、酒蔵を開放し、ジャズコンサート、ジャズイン宇刊が開催されている。建物は1882年に建築されたもので、明治末期に倒産した全身の酒造業の施設を引き継いだものである。2007年の公開映画、 バッテリーのロケが行われた。ウカンでは伝統的に酒、醤油の醸造が盛んな産業で、ウカン町の中心部、市場地区には明治時代に三軒の大きな酒造業者が存在していた。大地主の佐藤本家、佐藤文家、江戸時代に醤屋を営んだ昇家の三軒があり、明治末期に相次いで倒産した。大正時代に入り、 新しい経営者のもとで再興されることになる。1919年、佐藤本家の残した施設を利用し、武漢村が半額出資して、大正醸造株式会社が設立され、1944年に廃業した。跡地は、現在の晴れの国岡山農業、共同組合武漢支店。昇華は、小島酒造が引き継ぎ、昭和中期まで続いた。 昭和末期まで建物があったが解体され、跡地は広島神社課の町営住宅。1918年、佐藤文家を現在の法律酒造が引き継ぎ今に至る。2004年合併前の高橋支給地域と川上町では2018年現在酒造業は、亡くなり、丘町、成和町、備中町に、 それぞれ一件ずつ残るのみである。ありがとうございます。